皆さんこんにちは、つむじんです。本日はこちら、じゃん、はい、メイン手帳のほぼ日手帳ウィークスですね。こちらに8月31日にスーパームーンになるということなんですが、スーパームーンでやることリストをまとめたので、ぜひ皆さんにもご共有したいなと思ってました。それでは最後までお楽しみください。で、今回ほぼ日手帳ウィークスのメモページの方にスーパームーンでやっておきたいことをまとめてみました。スーパームーンでは金運アップや恋愛運アップ、心の浄化などが期待できるんだそうです。ちょっとね、右側に書いちゃったんですけれども、まずはスーパームーンって何っていうことを言うと、満月または新月と楕円軌道における月の地球への最接近が重なることにより、地球から見た月の円盤が最大に見えることということで、ウィキペディア参照なんですが、ちょっとね難しいんですけれども、要は月がものすごく大きく見えてかなり明るく見える日だねっていうことなんだそうです。で、8月31日は満月のスーパームーンになりまして、最も大きくなる時間帯が8月30日の深夜から31日の明け方で、具体的には31日の0時54分に月が地球に最接近するんだそうなので、私は30日の深夜ですかね、30日から31日にかけての夜はちょっと夜更かししようと今から思ってます。今年見える満月の中でも最も大きいっていうことで、ちょっとねご利益がありそうな気がしてますね。で、今回の8月31日のスーパームーンはスーパーブルームーンと呼ばれるんだそうで、8月は満月が2回あって、で2回目はブルームーンと呼ばれるから、今回はスーパーブルームーンという名前なんだそうです。で、今度左側行きまして、肝心のやることリストをですね、まずは1つ目、お財布を空っぽにして月の光に当ててお財布を振る、お財布に金運と幸運が舞い込みました、ありがとうございますと、お月様にお礼を言うことも忘れないようにということですね。で、ちなみに振る回数に関しては3回から数回ということでいいんだそうです。このお財布を空っぽにして月の光に当てて振るっていうのは、スーパームーンのおまじないの中でも一番ポピュラーなおまじないなのかなっていうことを調べていて思いました。で、しっかり振れたらちゃんとね中身を戻していいんだそうなので、私はまずこちらをやる予定です。そして2番目、不要なものを捨てる、できれば執着も手放すということで、要するにね、身の回りをきれいに整理整頓して心の浄化をしましょうっていうことだと思うんですけど、多分ね私に一番必要なのこれだと思うんですよね。一番捨てられないものは私にとってはお洋服だったりするんで、まだ着れるかなと思って3年4年5年とか1回もね袖を通していない T シャツがあったりとかするんで、本当にいい機会なんで、ちょっと、洋服の整理ですね、30日の夜ぐらいからちょっと始めて一生懸命ちょっと片付けたいなと思ってます。そして3番目、物や嫌な気持ちは溜め込まない。これはね簡単にできそうかなと思うんですが、例えばねこう仕事で嫌なことがあったなとか、あんなこと言われちゃったなっていうこともなるべくねこのスーパームーンの時にはスッキリさせておきたいなと思うんで、なるべくそういった気持ちももう忘れちゃおうっていうふうに思って、でスーパームーンのこういったおまじないに取り掛かるっていうことを私はやりたいなと思ってます。そして4番目、フォックスサインを作って人差し指と小指の間にスーパームーンを挟んで願い事を3回唱える。最低でもお願い事は2個から6個ぐらいということですね。で、フォックスサイン何かなっていうと、これです。キツネサインですね。小さい時にやっていたようなキツネサインなんですが、これで丸いものあるかな、だるまさんマグがスーパームーンだとして、こうやってスーパームーンを人差し指と小指で挟み込むっていう感じですね。まあ、スーパームーンがね本当に限りなくくっきり見えていたらできるかなっていう感じなんですけれども、こちらもぜひ実践したいなと
思っています。今日はねホットコーヒーですね。美味しい。でちなみにこのお願い事を3回唱えるのは1つのお願いにつき3回お願い事を唱えるということなので、1回ずつこう区切ってやるということですね。でプラスなんですが、でこの月光浴っていうのがかなりこうパワーをもらえるそうなんで、私はその30日から31日にかけての夜ですねは月がよく見える部屋で、まあ、美味しいコーヒーでも飲みながらたっぷり月の光を浴びようかなと思っています。不思議とねやっぱり月を見てるとなんかこう元気がもらえるというか、ああ地球にいるんだなっていう気持ちになるんですよね。でそして5番目、これも簡単にできそうですね。ミネラルウォーターにスーパームーンの光を当てるとムーンウォーターになる。でそのムーンウォーターを飲むとデトックスになると言われてますね。本当にペットボトルとかにこう入ったようなお水で大丈夫だと思うんですけれども、それをこう月が見える窓際とかにこうちょんと置いておいて、でしっかり月の光を一晩当てて、で翌朝飲むということですね。そして6番、パワーストーンを月光浴させるということで、これね一番くじで当たったカードキャプターさくらの愛用しているガラスのトレーなんですが、これにいつも愛用しているパワーストーンのブレスレットだったりとか、私の場合こう肌身離さずつけているネックレス真ん中ですねがあったりするんで、これらをこう月が見える窓際にちょんと置いておいて、でしっかり月光浴させたいなっていう風に思ってます。そして一番最後、これは心がけることなんですが、新月では始めたいことを祈って、満月では止めたいこと終わらせたいことを祈るといいというふうに言われています。なので例えばお願い事4番ですね、フォックスサインでお願い事をするときに健康になりますようにっていうふうにお願い事をして、例えばお酒だったりタバコだったりを立てるようにっていうふうにお願いしてもいいんだそうで、あとお部屋の中がきれいになりますようにっていうことで、その物を溜め込んでしまっていた習慣だったり、お酒を飲みすぎてしまっていた習慣とか断ち切りたいことをこうお願いするといいんだそうですね。でまあ始めたいことを祈っちゃいけないかって言われたら別にそんなことはないんじゃないかなと思ってます。私も31日にちょっと新しいことを一つ勇気を出して始めようと思ってるんで、ものすごくいいきっかけになるかなっていうふうに思ってます。で最後に注意点ですね。注意点の方が、ご紹介したのはあくまでおまじないです。あのおまじないっていうとね、こう中学生の時とかに消しゴムにね好きな人の名前を書いて、でケースをして誰にも見られずに使い切れたら両思いになるよとか、そういったのもねおまじないの一種だと思うんですけれども、まあ、そういったおまじないのスーパームーンバージョンということをまずは頭に留めておく必要があるかなと思ってます。なもんでやり方もね本当に様々なおまじないの方法があって、で一番私は実践しやすそうかなと思う7つを書き出してみました。この7つ全てのおまじないを実行したとしても、やっぱり運気が確実にアップするわけではないんですよね。この消しゴムに好きな人の名前を書いてね、全部使い切ったとして両思いになれるかって言われたら、まあね両思いになれる人もいるだろうし、なれない人もいるだろうしっていう、まあおまじないってそういうもんだと思うんですよね。だけれども私が考えているのは、まあ信じるものは救われるというし、このおまじないを実行するのもやっぱりね行動力が必要なんですよね。それこそね物を捨てたり、まあ、お財布を振るとかは一番簡単かなとは思うんですけれども、仕事でもない家事でもないことをやるっていうのはやっぱりねちょっとこう面倒くさかったりとか、まあ今回はいいやっていうふうに思ったりすることもねあると思うんですよね。だけれどもこのスーパームーンをきっかけにして行動力をアップさせることで、いい方向へ向かうきっかけ
いや大切な一歩になるんじゃないかなというふうに私は思ってます。まあ新しいことを始めるにしても、今までやめたかったことを断ち切るにしても、すごくねいいきっかけになるんじゃないかなと思ってます。でさらにね、このおまじない、まあ、どれかね一つか二つでもいいと思うんですけど、おまじないをやったことで、あ、もうこれで運気アップしたぞと思って、で自分が上機嫌になるっていうのもすごくね大事なことかなと思ってます。まあね、稀に占い見てもらったりとかすることもあるんですけど、まあ、全部鵜呑みにするかというと全くそんなことはなくって、頭が悪いんでね忘れちゃうんですよね。で、あの忘れちゃったんだけれども、まあなんかいいこと言ってもらったなっていう風にちょっと上機嫌になっていて、あ、じゃあちょっと仕事も頑張ろうかなとか、家事もちょっと今日はもう一つ多めにやっていこうかなとか、そういった自分のやる気アップとか、まあ占いも風水もこういったおまじない系も、まあ、行動力だったり気持ちをこうかなり上向きにさせてくれるための道具かなと私は思ってます。でちょっとこう注意点踏まえた上で、で上手におまじないを使いながら自分が上機嫌になれたら、それが一番なんじゃないかなっていうふうに思ってます。ちょっとした絵も描きましたが、一緒に開運しようということで自分を描いてますね。うん、こんな感じで。ということで、これからまだまだ間に合うスーパームーンでやっておきたいことリストでした。それでは最後の締めのおやつはこちらですね。はい、コメダの豆菓子ビーンスナックということなんですけれども、あのねサイズ感が小さくなったよねってあの購入する時に思ったんですけれども、前まで確かねこれくらいは長さがあったよねって思ってたんで、まあまあ時代の流れかなとかちょっとね切なくなったりしたんですけれども、まあでも味は変わらないということでね、大好きなコメダの豆菓子いただいていきたいなと思います。大好きだからちょっと出しすぎてしまった。いただきます。おいしい。このしょっぱさがいいんだ、本当に止まれなくなっちゃうな一回開けてしまうとな。ということで、コメダの豆菓子まだ買ったことないよという方はぜひぜひ試してみてください。もうね本当にかっぱえびせん以上に止まれなくなっちゃう。ということで、今日はちょっと短めだったんですが、コモニチウィークスにまとめたスーパームーンでやることリストですねのご紹介でした。参考になる部分があれば私も嬉しいです。それでは次回の動画でまた元気にお会いしましょう。つむじんでした。またねー。